はい、こんばんは。こんばんは。心井のあゆむです。10月25日火曜日5時半になりました。今日大丈夫ですか？始まってますか？嫁、よろしくお願いします。大丈夫ですか？はい、今なんかちょっと昨日のお話が放送されてましたが、ちょっと途中でだったと思いますが、すみません。はい、じゃあまゆむの部屋、人生いろいろ心いろ始まります。よろしくお願いします。今日は17回目。17回目で、本日のゲストは、ISD 個性心理学インストラクターの斉藤智美さんです。よろしくお願いします。ご紹介を、はい、ありがとうございます。ISD 個性心理学インストラクターの斉藤智美と申します。私は焼津で、小学校の3年生の男の子と、うん、幼稚園の年長さんの男の子のお母さんをしながら、うん、焼津中心に、はい、静岡県で活動しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。忘れてた、青木さん、お写真をよろしくお願いします。お写真？お写真ってあれでしたっけ？なんか送ってくれた？うん、あ、違う、写真をね、撮ってもらってねって。あ、忘れてた。そういうことね。すいません、よろしくお願いします。やること多いもんで、すいませんね。ありがとうございます。撮ってもらう。そこでちょっと待ってね。はい、チーズって言ったら撮りますからね。チーズ、ね、今ね、そんなもんでよろしいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日、チーズ、いやー、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。ありがとうございます。ちょっと先に言うの忘れちゃいました。はい、ちゃんと言われてるんだね。かわいい。大番組に。うん、大しまいね。管理してんのかされてんのかわかんないね。で、ね。ね、これ、やいちゃんも一緒に。やいちゃんもね。あ、そうなんだ。後ろから。後ろから。めっちゃやいちゃんか。私とね、ともみさんも、はい、11月5日と6日の、千田天神ひな街道の感動を伝えるマルシェに出展します。よろしくお願いします。はい、で、そのご縁で、はい、今日ね、ゲストに来ていただきました。ことで、まず ISD 個性心理学って、はい、っていうの何なんでしょうか？はい、知ってますか？聞いたことありますか？多分初めて聞いたと思います。結構活動してらっしゃる方もいるんですけど、ISD 個性心理学っていうのは、生年月日をベースに、その方の生まれ持った個性とか才能とかが分かる学問、分類学に、はい、なります。分類学、はい、で、ちょっとこれいつも使ってる分析シートの裏面にその説明が書いてあるものをちょっと今日拡大して持ってきたんですけど、ここに ISD 個性心理学とはっていうふうに書いてあって、ちょっと難しい言葉でね、生来の気質に着目し分析することにより人間の本質を極めるための実学っていうふうに書いてあるんですけど、なんでこの実学っていうことなんで、生活においてすごく役立つ、人との関わりにおいてすごく役立つ学問です。はい、でちょっと今ね、学問って言って分かりにくかったと思うんですけど、実際は人っていうのは大きく分けると3つの個性に分かれるとか、この動物のキャラを用いて
分かりやすくその方の個性をお伝えしてます、うん、はい、はい、楽しい楽しい楽しい嬉しいありがとうございます、ね、気になりますね。そのどうしてそのインストラクターやろうやり始めたというか出会いとか。はい、ありがとうございます、うん、最初人って いろんな人がいるなって思いません？思いますよね。いろんな人と関わっていくと、もういろんなキャラの方がやっぱいらっしゃるんで、なんでこんなに明るいんだろうとか、私なんでこんな内気なんだろうっていろんな人がいる中で、うん、私それは分かってたんですけど、友達がいきなりですね、うん、斉藤さん人の個性性格って生年月日で分かるんですよ、うん、って言われたんですよ、うんうんうん、えってなって、うん、そこまでそういうのやってなかったんで生年月日で分かったらすごいいいじゃないですか、うん、会う前からその人のこと生年月日でなんとなく分かってると接しやすいとか、うんうん、その方に合わせた関わり方ができるからいいなと思って始めて、うん、実際に本を読んだら、うん、もうめちゃくちゃその本に書いてあった個性が丸々私だったんです、うん、で私個性が猿なんですけど、うんうんうん、そこでもハマって、うん、で周りの人がみんな当たってて、で実際に分析シートをやってもらったら、うんうん、もっとすごかったんですよ。あ、もうこれはやるしかないなと思ってスーッとやって、うん、今はもう家族とかの関わり方が、うんうん、今まではお母さんってすっごい優しいんですけど、うちの、うん、主人のお母さんがすっごい優しい人なんですけど、うんうんうん、すごい子供にお菓子を買ってきてくれたりとか、結構私たち優先でお母さんは自分のことを後回しで家族に費やす人なんですけど、どっちかっていうと私あんまり子育て積極的にしてない放置タイプなんで、そこでなんでこの私ってもしかしたら冷たい人間なんじゃないみたいなこと思ったんですけど、それって個性の違いだったんですよ。はい、なるほど、はいはい、なんで今すごい楽しく、うん、人間関係のストレスも減って、うん、はい、暮らしてます。あ、そうなんですね。そっか、じゃあやっぱなんかちょっと比べがちですよね。比べがちです。人間比べて、でもワイムさんすごい自分の軸がありそうな感じだからありそうですかね。そうです。そう、でも結構比べて、そう、私結構行き当たりばったりだから、なんかすごいちゃんと計画してやっていく人を見ると、はい、なんか偉いなとか思って、なんか私なんでできないのかなって思ったりしてたんですけど、まあ、それが私かみたいな感じで最近思ってるんですけど受け入れて、ちょっと受け入れたり、また比べたり受け入れたりでももう仕方ないですよ、ね、私かなり行き当たりばったり同じなんで。あ、本当ですか。はい、もう仕方ないなって、うん、そうですよね、うん、諦めるのはやめました。あ、諦めることにしました。はい、そうですよね、はい、はい、じゃあそんな分析、個性分析はどんな方におすすめですか？はい、全ての方におすすめです、うん、はい、全ての方に、もう全ての方が、うん、知っておいてくれると、うん、多分世界がというか、うん、家族単位がで、うん、学校がクラスが、うん、多分いろんなところでコミュニケーションがもっと円滑に進むんじゃないかなっていうふうに思うので、すごいみんなに知ってほしいなと思いますけど、特にやっぱさっき人と比べて自分が落ち込んじゃう方とか、うんうんうん、あともっとやっぱ皆さんと楽しく関わりたい、うんうん、家族円満に、子供も笑顔に、自分も笑顔に、うんうん、っていう方におすすめです、うん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ本当はもう全ての人に全ての人です、はい、私は全ての人が知ったらいいかなと思います、うんうん、そうなんですね、カラーセラピーもそうですよね、はい、まあ、そうですね、みんな、うん、みんなが知ったら、そうですね、もっと良くなるっていう、うん、感じですよね。はい、そしたら、はい、
そう、あの私のちょっと簡単な分析をしていただけるということなのでちょっと、はい、ちょっと楽しみに、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあいつもイベントでやらせていただいてる簡易個性分析を、うん、まゆむさんとちょっとやってみたいと思います、うん、はい、じゃあ最初にまゆむさんの個性をお伝えする前に、はい、じゃあその ISD とはっていうところをもうちょっと詳しくお話しさせていただくんですけど、うん、はい、まずこれですね、うん、ちょっと拡大コピーしたんで見にくいか光っちゃうんですかね、わかんないんですけど見えますかね、光ってるのかな、あ、なんかちょっと緑が好き緑が好き、まあいいや、あのまゆみさんに伝わればいいので、はい、はい、いろん性格、今まゆみさんがこういう風に37年間生きてきて、うん、今のまゆみさんになったのってどういう要因があると思われますか。うーん、要因、いろんな、なんだろう、まあ、家族とか関わってきた人とか経験とかですかね、はい、経験で、多分経験が一番かなって思ってらっしゃるのかと思うんですけど、うんうん、よく自分の性格とかって親から受け継いだ遺伝じゃないかみたいなのって言われることあると思うんです、うんうん、で、実はそれが遺伝っていうのは本当数パーセントしか関わってないっていうふうに言われてます。もちろん外見とかには関わってくるんですけど、うん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 、はい、で、で今言った環境因子もすごく大きな要因なんですけど、うんうん、この図ですね、うん、この ISE における性格の位置づけが、うん、この生まれ持った気質っていうのが結構大きく、うん、その方の性格に関わってきます、うん、それプラス、環境因子、うんうんうん、親御さんの影響とか、うん、自分が子供の頃にやって努力したこととか、うんうんうん、あとはその職場の環境とかいろんなもの、うんうん、そしてさらにこのリズムの影響っていうのが、うん、これがあの運気みたいなものですかね、うん、このその時その時の流れも、うん、実は味方につけて全部、うん、あのまゆむさんの性格になってる。おでここの気質って書いてある、うん、生まれ持ったところが、うん、この ISD でわかる、うん、個性っていう言い方をしてるんですけど、うん、今回はそれがわかるよっていう学問になってます、うん、はい、で分類学になるんですけど、うん、占いとかじゃないんですね、うん、もう学問なので、うん、分類学になるんですが、うん、じゃあ分類学って何かっていうふうに言うと、うん、これですね、例えばそれ携帯とか、うんうん、マイクとか、うんうん、物ってこう分けられる、その分類するっていうんですけど、うんうん、じゃあ植物動物それぞれ桜とか細かく分類されていきます、うんうん、でじゃあ人間の分類っていうと男女、うん男女で分かれますよね、うんうんうん、で性格もこれで変わってくると思います、うんうん、あと出身地、うん、まゆみさん静岡県ご出身、そうですね、静岡県、静岡県ってこうのんびりしてる感じとかですかね、うん、そうですねあと大阪だったらもうちょっとこう、うんうんうん、ガツガツしてる感じとか、そうですね、うんうん、その土地の性格って出てくると思うんですけど、うんうん、じゃあ一番近いのこの血液型です、うん、これだと ABOAB、うん、でなんとなく性格が違うなって思われると思うんですけど、うん、これと同じようなのが生年月日による分類、うん、ここが IST 個性心理学で分かるところなんですけど、うん、はい、で血液型だと4種類しかないんですけど、うん、IST の場合は細かく見ていくと、うんうん、103万通りぐらい、おお、103万通り想像できないんですけど、実際に、うん、あのお伝えしている本来の分析では、うん、103万通りの分の1のその方だけの分析シートを、うん、あのお作りしてお伝えしてます。だから結構細かいその方の個性っていうのが見えてくるかなと、うん、はい、思います。はい、はい、ではい、ちょっと早く行きますね、はいはい、よく
家族なのに夫婦なのに、うん、私の子供なのに、うん、なんであの人は私の気持ちを分かってくれないのっていうふうに思うことありませんか。たまにあるかも、うん、あるかも多分あんまりないタイプの2人だと思うんですけど、まあ、そういうふうに思う方もいらっしゃる、うん、でそれは実はその人との違いに違和感感じたりするのって、うん、実は個性の違いです、うんうんうん、でよくこれがですね親の影響を受けてお子さんって育つと思うんですけど、うんうんうん、この個性の違いが親子間である場合例えばですね親の両親がじゃあ上に伸びるよっていう風に教育をして、うんうん、実際に自分が上に伸びてきた性格を持ってる、うんうん、個性を持った両親のところに、うんうん、松のお子さんが生まれた場合、うんうん、松って横に伸びる性、うんうんうん、個性があるんですね。そうすると横に伸びたいよって言ってるのに、うん、お父さんとお母さんは縦に伸びろって言うから、うん、お子さんはちょっと違和感とか苦しくなっちゃう、うん、それを今からお伝えする3分類で見ていくと、うん、協調性を大事にしなさいっていう親御さんが、うんお子さんがいや僕は自由にしたいよっていう風な差があると、うん、お子さん苦しくなっちゃうよっていうお話です、はい、なので皆さん個性を知ってきた方が、うんその方に合わせた関わり方ができるのでいいんじゃないかなというふうに、うんうん、すいません私ばっかりたくさん喋ってしまって、はい、はい、止めてください、はい、で、あとなので相手の個性をそのまま受け入れることが大切ですよっていう学問なんですけど、うんうん、じゃあ分かることを簡単に言うと、はい、これ分からないこと分かることですね、うんうん、やる気にさせる言葉って知りたくないですか。知りたいです分かったら結構いいと思いませんか。であと一番はこの人間かける悩みの原因っていうのが分かります。さっきみたいに協調性を大事にしたい人と個人の力を伸ばしたい人ってたくさんいらっしゃるんでそこでストレスの差が軽減されてくるんですね、はい、であとは分からないことはもう仕事ができるかとか、うん、頭がいいかとかいう後天的なことに関しては、うん、分からない、はいはい、って言われてますすいませんいいえありがとうございます、では、はい、早速入ってちょっと結構時間があるんですけどはい、はいね、じゃあさっきの図に戻って、はいま、ここに、うん、今日は簡易個性分析では、うんうん人の個性は3タイプに分かれるんですけど、うんうん、その3タイプのうち真由美さんがどれかっていうのをお伝えしています、うんうん、はい、はいはい、でこれちょっとね実際にはお客さんに聞きながら、うんうん、どれだと思いますかって言ってやってるんですけど、はい、ちょっとね、はい、早くやりますね、いいですよ月、うん、ムーンチームここがイーストチーム、うん、でこのアースのチームができる人チームうん、でこの3のタイプの人が天才チーム、うん、直感がすごいチーム、うん、でこの方はムーンのチームは、相手を優先させる、うんうんうん、協調性とかを大事にする、うん、平和を大事にする、うん、安心安全、うん、ここの人はですね目的に向かって頑張るのが得意なタイプってあるんですけど、うんうん、ちょっとピョッと見ていただいて、どれだと思いますか。なんか動物占いとは関係ないですか。関係あります。あれはちょっとポップに占いと動物を掛け合わせてヒットしたんですけど、ベースになるのがこの個性心理学っていう学問、ね、はい。じゃあもう答え分かってそうですね、はい、狼なので。狼です、はい、地球か地球、はい、うんうん、でこの地球なんか当てはまるなって思います。どうだろう競争して、タイミングが大切、コスパ重視とかちょっと頑張りすぎちゃうとか、うん、結構予定通りに物事が進むのが心地よい、うんうん、そうですね、あんまりで今ここだけだと、うんうん、まゆみさんまだちょっとあんまりかなっていうふうに思うと思うんですけど、うんうん、はい、ちょっと今日はここまでのお伝えにはなるんですけど、うんうん、はい、今なんでこれまだまだ自分のことわからないなって思ったと思うんですけど、うんうん、実際の分析ではこういう分析シートを
はい、あの使ってお伝えしているので、うん、結構その三分類のとこだけじゃなくて、うんうんうん、じゃあ人に対面してる時の自分とか、うんうん、いろんな角度での自分が分かるので、うん、あの多分ここで答えが出なかったら他のところにまゆむさんのもっとピシッとくる個性が隠れてる可能性がある、うんうんうん、はい、のでまたこれは私のなんですけど、はいはい、ご興味があれば言ってください、はいはい、じゃあこうあのイベントでは今の3分類がを知ることができる、サンブールのことを知ることができて、今日はちょっと私すごい喋ってばっかりだったんですけど、うんうん、あのその方のちょっとお悩みとか、うんうん、あと、対人関係において、うんうん、あのモヤモヤするとことか、うんうん、あのイライラするところなんかをお聞きして、うんうん、あのそれに対して対応を、うんうん、はい、お伝えしているってことなので、うんうん、もうちょっとあの分イベントの時はその方に合わせた回答ができて、できると思います。はい。なるほど。じゃあこう今こう分析と一緒にあのこう今の悩んでることとかなんか人間関係のこととか、はい、なんかこう知りたいことでこともみさんがこうどう対応したらいいのかっていうのを、はい、その方に合わせて合わせてもっとお伝えするので、うん、ちょっと今日は漠然とした内容でしたけど、はい、はい、ありがとうございます、はい、結構、はい、満足して帰られますよね、はい、イベントでも結構いろんな方が来てくれて、そうなんです、ね、そうじゃないですか、あ、私、はい、そうですねそうですね、なんかこうやっぱなんだろう、やっぱ一人で自分だけで考えると、うん、なんかなんだろう、こうもやもやしたりとかしちゃうけど、なんかこう聞いてもらったり話したりするとこうすっきりするとかしますよねありますよね、はい、多分すごい上手なんじゃないかなって思いますありがとうございます、はい、じゃあちょっとこう私もぜひちょっと5日、11月5日ですよね、はい、5日の方にともみさんの個性 ISD 個性分ん個性心理学 ISD 個性心理学の簡易個性分析で、うんうん、はい、はい、3分類のできるので、ぜひ、志田天神ひな街道、ありがとうございます、はい、あ、こっちもこっちもこっちもこっちまだチラシがないんですけど、うんうん、来週いつかは来週次の、うん、次の日土曜日、そうですね、でその次の日曜日、うん、まあ、今度中里会館の方である未来マルシェというのに参加させていただくので、うん、はい、ぜひイベントでお得に体験できますので、うん、ぜひいらしてください、うんうん、ですね、はい、ありがとうございます。私も5日に行こうと思いますじゃあ私6日にちょうどいいですねちょうどいいですね、はい、ゆっくりゆっくりはい、他にもういろいろお店、ね、お菓子屋さんとか、何、食べ物屋さんもいっぱいありますし、ね、今日、めちゃくちゃいっぱいありますね。ね、うん、粘土屋さんとか。粘土屋さんおすすめです。ね、粘土屋さん、はい、もう5日、5日に粘土屋さん。粘土屋さんはお友達です。ですね、あ、知ってらっしゃるんですか、うん、あ、じゃあなんか今日、インスタでフォローしてくれて。あ、そうなんですね。さすが。さすがだ。はい、でも本当にたくさんのお店があって、うんね、ね、にぎわうので、うん、ね、ぜひぜひ遊びに、ぜひぜひ、ね、散歩がてら蓮華寺池公園に11月5日と6日でいっぱいお店があるので、マルシェ、感動を伝えるマルシェ、ぜひお越しください。お越しくださいはい、じゃあ今日はISD 個性心理学のインストラクターの斉藤智美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、よいしょ。次の番組ですね。そうですね、まだ。どうする、ごめん。え、いつ来るの？見てないです。チーズー。正解やってるしかないじゃん。正解やってるだけしかない。はい、この後一応6時からは。チーズ、はい。あ、いらっしゃったんじゃないですか。
いらっしゃったかな。いらっしゃったか。いらっしゃった。違います、ね。違います。キラキラさんがまだ見えません、ね。はい。次6時からキラキラチャンネル。で、まあ、いいですか。稽古の部屋。あ、稽古さんですね。ちょうどですね。はい。肩、腰の動かすお手当て法ということで、人生100年時代、自分だけでなく家族のためにも、健康寿命を伸ばしましょうということで、はい、お楽しみください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。